犬吠完全マスター。今日は濁音を一緒に勉強していきましょう。濁音は何でしょうか？見てください。かきくけこ、この字に点々がついています。2つの点がそれぞれついたひらがな、これが濁音というものです。かきくけこがこのような発音になります。が、ぎ、ぐ、げ、ご、さしすせそもこう変わりますよ。ざ、じ、ず、ぜ、ぞ、だ、じ、ず、で、ど、ば、び、ぶ、べ、ぼ、ぱ、ぴ、ぷ、ぺ、ぽ。次は小さいや、ゆ、よと一緒に使う言葉です。見てください。きと小さいや、小さいゆ、小さいよを使う言葉です。読んでみます。きゃ、きゅ、きょ。しと一緒に使う言葉です。しゃ、しゅ、しょ。ちゃ、ちゅ、ちょ。にゃ、にゅ、にょ。ひゃ、ひゅ、ひょ。みゃ、みゅ、みょ。りゃ、りゅ、りょです。書いてみましょう。きゃ、きゅ、きょ。きゃです。大きいきの字のだいたい半分ぐらいの大きさでや、ゆ、よを書くといいでしょう。きゃ。きょ。このように書いてください。小さいや、ゆ、よと濁音の組み合わせの言葉を見てみましょう。ぎと一緒に使う言葉、ぎゃ、ぎゅ、ぎょ。ぎょ。じと一緒に使う言葉、じゃ、じゅ、じょ。びと一緒に使う言葉、びゃ、びゅ、びょ。ぴと一緒に使う言葉、ぴゃ、ぴゅ、ぴょです。これでひらがな、カタカナの勉強は全部終わりです。また次回頑張りましょう。本日これにて